バカパパ、カードゲームでもする？先に言っとくけど、もし今日また頭がクラクラするまでお酒を飲んだら、3ラウンドもしないうちに私に負けちゃうんだから。3ラウンド？ちょっとパパを甘く見すぎてないか？いくらなんでも5ラウンドは持つだろう。それって結局負けるってことじゃない？自慢げに言わにゃいで。この前バカパパが水元素のサイコロを氷元素だって言い張ったこと、まだ怒ってるんだからね。パパは目が悪くてな。お酒が悪いの？言い訳しないで。わかったわかった、お酒のせいだ。じゃあ今日は一滴も飲まない。これでいいだろう？はっ、それならまあいいにゃ。じゃあパパが勝ったら何かご褒美はあるかな？まさか私に特製ドリンクを作ってほしいとか？ありえないにゃ。もし5ラウンド以内に勝ったら？私を見くびらないで。もう上等にゃ。負けないんだから。何日か会わないうちに札遊びの腕がこんなにも上達してるなんてな。達人と手合わせを重ねたおかげでござる。ほう、誰のことだ？いや、まだ言うな。当ててやるぜ。陽光のやつはこんなことやる暇なんてないし、シャンリンとシンエンもカードゲームに没頭するタイプじゃない。ヨーヨはもし時間があったらとっくに船に来てみんなと挨拶してるはずだ。あの子でもない。まさか旅人？あいつもリーウェ港に来てるのか？残念ながらそれも外れでござる。確かに彼女にはしばらく追伴させてもらった。その間にカードゲームを通して友人ができ。新しくできた友達なのか？なら私に分かるはずもないな。王城堂の風同士でござるよ。姉君はこの名を聞いたことがあるでござるか？そりゃ聞いたことはあるぜ。今回の召喚王グランプリのチャンピオンを取ったのも彼女なんだろ？いかにも。彼女はかねてより姉君に憧れており、友人になりたいと言っておったでござるよ。そいつはいい、ちょうどいいじゃないか。彼女を船に招待しよう。何局か対戦してチャンピオンの実力を拝ませてもらおうじゃないか。ふむ、となると私が直々に王城堂に行った方が誠意が伝わるかもな。私に会いに戻ってきてくださったのですか？最も重要なのは勝ち負けではない、恥じない対局をすればいい。私はずっとそう考えていました。しかしあなた方が私を応援してくれる様子を見て、私自身も知らないうちに一番真剣な姿勢で向き合いたいと思うようになったのです。改めて考えると、試合前にあなた方に会えて本当に良かったです。うん、もう意地悪しないでください。そういうことだったのですか。どう反応すればいいかわからない結末ですね。教えていただきありがとうございます。まるで小説の最後を読み終えた感覚です。これで一安心しました。
せっかく渡墨島に来たのですから、もう少し見ていってください。この景色があなたの心にずっと残りますように。奇遇だね。ついさっきセノから君たちのことを聞いたばかりなんだ。ストップ。すでにセノから彼の考えたダジャレを一つ一つ得意げに披露された。もう聞きたくないよ。この話題はここまでにしよう。最近はアビディアの森にある仕事もそう多くないから、コレイを連れて少し遊びに行ってみたんだ。コレイが思いのほかとても上手でね、グランプリでも悪くない順位を取っていたよ。僕も予選は通過したんだけど、くじ運が悪くてすぐにセノに当たっちゃってね。あいつ、カードゲームになると手加減ってものを知らないんだ。切り札を使った時なんか声が大きすぎて耳が痛かったよ。あんなに興奮した彼を見たのは久しぶりだったな。大丈夫、いつでも遊びに来て。